どうも皆様、こんにちは、カズヤと申します。では、伸び肌 AE 続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。やっていきましょう。ってことで、多分これで、ジュースとか買えると思うから、パンダクレープちょっと買っとこうかな。うん、オッケー。じゃあ、どうすればいいんだろう。どこ行けばいいんだろうな。ここは、どこだ？エレベーターでどっか行けるっけ？今からどこに行けばいいんだ？あ、伸びたか、びっくりした。おお、躊躇ないな。量産型か。ロボットだって分かってても気分悪いぜ。間違えて撃ちそうじゃない、伸びたのこと。うわ、こっからあれかな、みんなのロボットが出てくるのかな、モブとして。やっぱりそうだ。早すぎ、早すぎる。ナイフの振りが早い。これは伸びたよりも強い。本物の伸びたより絶対強いじゃんねえ。パスコードを入力してください。SJIS8358。何これ？え、何これ？しかも、は？何これ？うわ、嘘だろ。これ解かないと先に進めない？嘘。SJIS って何？ SJIS？ ともに。違うな。8358。8。調べてきました。さすがにわかんねえから調べてきたんだけど、なんか、この SJIS っていうのがなんかシフトなんとかコードみたいな、よくわかんないやつで、これわかんねえだろと思って、これ見ただけで、あ、シフトなんとかねつって、あ、ってできるわけないよ。できるわけがないよ、こんなの。ってことで調べた結果、スネ吉だそうですね。いや、わかるかっていう感じなんだけど。はい、スネ吉、これでいけるはず。よし、安直だな。みんなもね、なんか SJIF って調べてみ、わかんねえと思うから。本当にわかんない。ちょっと危ない。直線上に行ってはダメだ。直線上には行った。大丈夫だ、こいつらは大丈夫だ。長いな。いや、マジでわかんねえよ。てか、難しくない？なんか AE のさ、謎解きって。異常なまで難しいな気がする。異常なまで難しいな気がするって意味わかんないよね。俺もよくわからない。ゆっくり歩いてるってことは、銃撃ってくるタイプ。ちょっと、めっちゃ広いじゃん。めちゃくちゃ広い。ジャイアン。ジャイアン。引っかかれ。よし。余裕だぜ。ちょっと待って。これは調べたりはできないんだ。あ、そう。これは？これも何もない。ダミーか、ただの。よしよしよし。あ。はい。戻ってきたんですけど、別のルート行ってみましょうか。現在、社長権限でロックされています。職員しか入れない。じゃあ、職員のカードキーみたいなのをゲットすればいけるのか。なんだ、なんだ、お前ら、なんだ、お前はなんだ、ロボットか。なんだ、お前ら、ちゃんとしたロボットもいるじゃねえか。ちょ、ちゃんとしたロボットのが強そう。人間型より。やべえ、できすぎだ。できすぎできよが来るよ。できすぎできよだ。できすぎできよはやばい。あいつに関わったらダメだ。できすぎできよはダメだ。すべてをできるようなやつにしてやる。ちょ、開発コード HA001。すねよ。ほなきゃばすねよ。コメント。制御プログラムが複雑すぎる。002以降は組み直す予定。ほう。開発コード HA002。ゴーダ。ゴーダたけし。近接型。シンプルで量産に期待ができる。これは？開発コード HA004。ノビタ。のびのびた。射撃型としては完成か。そんななんか、本人、いて本人と何か関わりがあるんだ。てか、あの気球みたいなのは何？やっせーい！何それ、ちょっと、やばい。撃ってきてたよね。早くして。下に受ける！ちょっと、いきなりすぎるよ。まあみんないる。ここには出来すぎ出来はいないんだね。開発コード HA00E、ゴーダ。試作的には004の射撃システムを組み込んだのだが、今のところ問題は出ていない。うん。
HA003E ヒデトシ。あの HA003 ベースのだけあり、すべてが優秀。さすが。開発コード HA001E スネオ。量産型としては高コストで失敗作。やはり設計と一部の部品、システムに問題。何かしら、なんかスネオは、なんかお金かかったりしちゃうんだね。これじゃあ現在社長権限、ロックされてるのか。特に、ここはもう調べることはないかな。こことか絶対隠れてたりするんでしょ。はい、何もありませんでした。うっせ、忘れてた。なんだそれ。今です。ダメだ。これは、ずっと撃ってくるんだ。爆風で死ぬとかやめてね。危ない。やめて。やめてよ。ちょっとどういう動きするのかよくわかんないから、ちょっと怖いんですよね。ちょっと自分たちで戦ってたよね。やば。体力めっちゃ減るじゃん。走り書き、HRT の R はラジコンの R。逆にも、誰こんなの書いて、まあ、ラジコンは世界最先端ですけどね。誰だ？オタク絶対これ書いたのオタク。HRS044。耐久力に若干難あり。うん。結構いろいろ書いてるね。多分これ謎解きのヒントなんだろうけど。HRS011。表の主力商品の一つであるラジコン戦車がベースなだけあり、実用に耐えうる出来。HRS051。静音を追求。偵察暗殺用として優秀。あ、これなんか暗くなったりしてたもんね。とにかく、別になんか見ることはないね。見て、もう何も、変化はないよね。なんか落ちてるわけでもないし、痛い。なんで勝手に、ガチョーンって出たけど、勝手にあいつらで倒し合ってくれて、俺がレベルアップした。どういうことだよ。あ、こいつらマジうぜ、早いんだよな。中央通路、社長室、直通エレベーター。直通エレベーターは多分行けないんだろうな。うん。じゃあ、こっちの住民区画行こうか。ちょ。どこにでも敵がいる。休ませて。撃つな。そんな撃つな。穴だらけになっちゃう。やばいよ、体力。ちょっと待って、強すぎるよ。ここで買ったパンダグレープを使おう。もう、せっかく買ったのに。あ、勝手に死んだ。こいつらフレンドリーファイヤーあるんだな。特に調べるものもない。なんだと。どこに行きゃいいんだ、俺は。こっちか。一瞬危ない、もっと危ない。よく避けた俺、片倉。お前片倉って名前なのか。ちょ危なてか、なんでこの部屋。そこを二つに部屋を分ける必要あった。ドン。ちょよし、何か入手できるわけではない。で、しかも、調べる。研究員のメモ。久々にこういうメモ見つけたわ。ああ、私はどうしてこの研究所に来てしまったのか。やっているのは非合法なことばかりではないか。骨川スネ吉は恐ろしい男だ。人間と見分けのつかないロボットなど、あと100年は実現できないと思っていたのに。だからこそ私は好奇心を刺激され、社内で最先端だという社長の勧めに従ってここへ。過去に戻るならあの時の自分を殴りたい。ちょっと白に白重ねんのやめてほしいんだよね。全然見えねえ。ああ、学者をやっていた頃に戻りたい。最近ことあるごとにそう思う。サブロ、父さんはお前が怒っていた立派な学士ではなくなってしまったよ。本当、白いさ、背景に白い文字重ねるのやめてほしいんだけど、特にメモにはなんかパスワード的なヒントとかではなかったね。こっちはお風呂だ。ここすごく綺麗だけどさ、なんか雰囲気合ってないっていうか、どっか入ってたよ。問題、のび太はどこにいる。ここだ。みんなわかったかな。はい、しょうもないことしてないでいきましょう。
うん、土管だね。うわ、ダメ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 、ウルトラスーパー電池、そんなの分かってるけどさ、そういうの欲しい、欲しいっちゃ欲しいんだけどさ、ちょっとできすぎ、できよくんだけはちょっと俺に近寄せられないでください。はい、この部屋にも風呂はあるけど何もない。そしてこっちは入れるってことだね。特に何もないね。なんか誰かを倒すと、あんたんじゃしちゃん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 、誰かを倒すと鍵が手に入るとか、そういうのはやめてほしいよね。さっきの食らってないの、こっち入ったもんね。え、じゃあ特に行くとこないじゃん。いた、え、よし、危ない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 、特に何もないから社長室行こう。直通エレベーターがあるはず。こんにちは。今日もいい天気だね。ロックがかけられている。制御施設を確認してください。制御施設ってなんだよ。これかな。やばい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 、あぶな、救急スプレーを使っちゃおう。よし。ちょっと嫌だな。え、どうすればいいんだろう。なんかあったっけ。じゃあこっちにはまだ来なくていいんだね、多分。いった、こんな強いの敵。マジで難しいんだけど。AE マジで鬼なんだけど。難易度鬼。さあ戻ってきたんですけれども、核ミサイル発射衛星、これ強いって聞いたんだよね。ん？どういうことだ？何さっきの？ビシッってなったけど。うん。何これ？何これ？なんだ、核ミサイル発射衛星の使い方がわからん。あー、なるほど。遠くにいても攻撃を当てることができるみたいな感じなんだけど、すごく攻撃が痛いな。来ました来ました、食らっても全然食らわないモード来ました。無敵になった。ママー、ごめんね、チートみたいなことしてごめんね。でも俺もこの現象なんで起きるかわかんないんだ。救急スプレーかよ、なんかそういうのあるかと思ったのに。何これ、え、待って、意味ない部屋が多すぎる。意味のない部屋が多すぎたんよ。危ない、あ、管理区画行きだ、これだ。これで制御装置いじれるんじゃないか。よし、来たぞ。さあめっちゃ強いボスとかは出ないでんね。よし、上には行けない。管理区画、扉への電力供給がありません。おお、にゃ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 に囲まれた。ジャイアンに囲まれな。むさ苦しいな、ジャイアンに囲まれたら。あ、ちょっと。こっちかな。いすぎなんだのね。あのね、いすぎてね、ちょっとね、ちょっと難しすぎるっていうか、息つく暇がないというか、なんというかね。マジで息つく暇がないんです。排水管理施設。排水管理施設。行けるとこ多いな。もうジャイアン。いいじゃん、ここぐらいいなくてもいいじゃん。エラーチェックと復旧を行いますか。電力用下水吸い込み管の機能を停止。あ、経過復旧しました。じゃあこれでいいのかな。うん、よいっぽいなー。痛い。ほんと息つく暇がない。やめて、あ、なんだ、ちょっと一回倒したらもう来なくなるのかな。危ない危ない危ない、ちょっとマジで息つく暇がない。息つく暇がない。お、あれ、エラチェックと復旧。よし、これで何が起こるんだろう。で、これでなんか復旧したからどっかに行けるようになったとかなのかな。これでエレベーターに乗れるとか。痛い、もうマジで回復ないんだって。
あの、お医者さんごっこカバンあったじゃん。あれで回復できるっぽいんだけど、ちょっとね、TP じゃないわ。あの、バッテリーいっぱい使っちゃうから、どうなのかなって感じだよね。え？なんだ？できすぎ？よく来たね。待ってたよ。ひでとし！社長直通エレベーターのロックを解除しに来たのかな。でも残念。ロックを解除するには僕と1対1で戦って勝たないといけない。なんで1対 1？ まあ、いつも1対1なんだけどさ。もし全員でかかってきたなら、すべての隔壁が降りてゲームオーバーさ。何？これはさ、そういうゲームなんだよ。あのお方も物好きなことだ。まあおかげで生き残るチャンスがあるんだから、君たちはあの方に感謝しなきゃ。このガラクタめ、言わせておけば。おっと、誰が戦うかちゃんと決めてからかかってきた方が賢明ですよ。僕がやろう。のび太、お前なら心配ないと思うが気をつけろよ。ああ、話は決まったようだね。それじゃあかかってきたまえ。かかってきたまえ。予想外の展開だが、なんとかなる。よな。何そのフラグみたいな。やめてよ。ハードクリア得点はありません。やってやる！ヒデトシ！どうしようかな？ヒデトシに勝つ方法。でもスピード遅いから、核ミサイル発射衛星、これが本当に使えるのかわかんないけど、これね、離れててもなんか、攻撃が当たらなくね？当たらないよね。当たらないよね。この使い方がよくわからない。起きた！ああダメだー、もうわかんない、使い方がわからない、核ミサイル発射衛星の使い方がわからないよ。これだ、今だ、今です、今だー、イエーイ。直線だったら食らうんだ、多分直線だったら壁を貫通して食らうんだね。なるほど。でもこれだとなんかせこい気がするから俺はやらなーい。もうちょっと結構食らわせたけどもうやらなーい。じゃあね、なんか使ったことないやつがいいんだよね。気候を操る。これだ。イエス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 。結局一緒。これ強、マジで。超強くない？なんか。空気砲だろ、やっぱり。打ち抜け。ドカーン！あ、やばい。ちょ待って。ドカン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 、ちょっと待って。あれ？ちょっと待てよ。ドカン！こっち来て！ドカン！よし！簡単だった！核ミサイル発射衛星よりもあの、気候なんとかってやつのが気象衛星だっけ？なんだか忘れたけど、そっちの方が強いね。ヒデトシ、これでお前の最後だ。そんな、この僕が、スネクチ様ー！本当はデキスギくん対デキスギくんみたいなしたかったんだけどさ、デキスギくん行動してくんないか。あー、バグってゆっくり、あー、よかった。これでどのコンピューターでスネキチの部屋に行けるようになるの？よくわかんないな。え、いいの？もう解放したってことでいいのかな。行って、やば、出血した。ここはもうのび太を使わねえ。違う違う、ちゃうね、ちゃうね、ちゃうね、そうちゃうね。腕ラジオを使って、さあ誰に頑張ってもらおうかな。スネ夫かな。スネ夫、お前には頑張ってもらうぞ。やってやるぜ。今日から俺がこののび肌の主人公さ。へへ、のび太のくせに主人公なんてずうずうしいにも程があるんだよ。へへへ。あ、こんなとこあったんだ。なんだこれ、救急スプレー、ありがてー、ありがてー、マジでありがてー。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。いや、あのヒデトシーは倒すことができて、で次スネキチに会えるってことはもうエンディングが近いんじゃないか、それは予感しております。次回から僕が主人公さ。今までのび太が主人公なんて、のび太のくせに生意気だぞ。